起きたばかりで悪いが、あんたに頼みがある。それが機関車のステンシルかね。捕まれた。なるほど、アフェンフォズムフォビアか。それで一人接触恐怖症。距離を置いているのか。よく覚えておくよサム。そう、急を要する配送があるんだ。大統領のところにモルヒネを届けてくれ。モルヒネ？大統領？もう合衆国はない。セントラルノットの市長か何かか。いや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 、市長ではない。アメリカはまだ生きている。大統領は末期癌で危篤状態にあるが、まだ我々の世界につながっている。なぜ俺が。行けばわかるか。あんたには届けるべき理由と責任がある。あんたが行けばいい。俺はここにいないんだ。うわ、すまんな。これはカイラルグランだ。だから、この涙はカイラル通信によるアレルギー反応だ。本当の俺はこの先の隔離室、三角の建物にいる。薬はここだ。ブリッジズとのフリーランスいたか。いろいろ話が分かんないな。薬なら隔離室にもあるだろう。本当の狙いは何だ。正直に言おう。大統領があんたに会いたがっているんだ。アメリカ最後の大統領があんたを待っている。それでいい。では後ほど隔離室で会おう。十時やけど大丈夫なん？もうそろそろやめたいんですけど、キリが悪いんで。これなんかこれで自由行動ができるんだったらやめようかなと思うんですけど。お、これいいんじゃない？はい、ということで、待って、はい、ということで今日はここまでしましょうか。ね、ふい。なんかね、ツイッターで見たらね、登山ゲーって書いてました。あ、なんか出た。サム、手錠端末で地図を見てみろ。隔離病棟の場所がわかるはずだ。なんでこのよくわかんないポリゴンをつけたり、ルートを考えてラインも引ける。自分で試してみてくれ。マジでライン引けるの？そしてまたひげおやじ。ひげおやじ。おーい。あ、ビジョンもちなみに出てきますよ。え、どれ？ラインを引く。
と？なんか操作性あまり良くないけど、こんな感じで。そういう、そう、あ、わっ、わかりやす。これいいね、いいね。この機能いいね。そしてね、このプレイヤーの持ってる飲み物がモンスターエナジーなんですよね。サム、俺だ。デッドマンだ。デッドマンがさっきヒゲの鬼としたんですね。目的地の方向はコンパスで確認できる。目的地がわからなくなったら、コンパスで確認して。いや、このラインが出てれば大丈夫じゃない？ L1 でコンパスモード。あ、これは見た見た見た。あ、これね。で、これが最後の目的地でしょ？セントラルノットにはブリッジズの本部があった。うん、セントラルノットが吹っ飛んだところね。最大の都市だった。うん、ストランド大統領は療養のため、セントラルを離れていた。それに同行していた俺たちもだ。エントランスフォーブリッジーズオンリかっこいい。もうアポカリプスなんだね、多分ね。それは間違いないみたいですね。アポカリプス的な世界観。なんで滅びたのか分かんないけど、ちょっとね、その辺のね、いろんな世界観がまだ分かってないです。はい、残念ながら。で、大統領はマッキガンって言ってましたね。サム、俺だ。デッドも。これは生きてんの？すまん、そうだったな。接触恐怖症みたいなものらしいですね、主人公はね。大統領の容態が良くない、悪化している。ありがとう、彼女も少しは楽になる。彼女？これで最後にあんたと話す時間ができそうだ。彼女、うん、そうだよね、そこ引っかかるよね。合衆国最初で最後の女性大統領であり、そしてあんたの育ての親。そうか、初の女性大統領になるんですね。脱いでから中に入ってくれ。そうか、ヒラリー・クリントンが当選してないからか。はい、納品。いいね22。これ誰がいいねくれてるのかよくわかんないけど。隔離病棟、大統領執務室。何、あのマスクかぶった怪しい人。彼が大統領の右腕であり、ブリッジズの長官。ダイハードマン。ダイハードマンってなんだ。そうか、あんたは第一次ブリッジズだった。それじゃ紹介の必要はないな。何ダイハードマンって。マクレーン刑事。こんな形で再会する。おー、塚明夫さんですね。皮肉なもんだ、お互い死ねない者同士だからな。そうそう、死ねないんですよね。死んでもなんか帰ってくる。10年ぶりの挨拶もなしか。大統領がお待ちだ。顔見知りなんだね。スネーク。スネークですね。君のお母さん、ブリジットだ。え、どういうこと？意識も朦朧としているが、君のことはわかるはずだ。お母さんが大統領なの？もうわけわかんなくなってきた。なんか世界観が全然見えてこない。どういうことだ？お母さんが大統領なんだ。